ぱ1番同士のマッチアップはいろんな意味で注目されそうです。これはカノバになる。さあここはチャンス氏が、ここもケルビン・マーティン。かなり第1クォーターから選手を入れ替えている両チーム。フォーフリッピン、柔らかいタッチ。いや今これ川又選手とディフェンスのギアを上げるとか。アレン・ダーラム、これはオフェンスリバウンド、フォーフリッピン拾った、逆転。そういったそのダーラムがまた外に振ってフリーになった。フォーフリッピン、ダーラムのリバウンド。いや川又選手がねちょっとリバウンドに行かないのに、この後ですね、この後ディフェンスリバウンドに参加しなきゃいけないですね。自分のこうローテーションをしている選手がオフェンスリバウンドに行かない場合っていうのは、フリーを使う。琉球は田代が入っています。そしてマッキー中に入れて、ここもアレン・ダーラム、ポジティブなボールなので、これは続けていきたいですよね。これはさあキーファー・ラメラだ、マッキーから奪ってそのまま行った。ここもラメラが行く、そしてブーバが奪った、そして自らブーバが行く。琉球も戻りますね、完全に形を作った。最後枠川、いやブーバ選手に必ず寄るんでね、テーブス選手が琉球のフルコートのプレスからリズムを、ね、あここもターンオーバーになって、最後はクーリー。はい、なので今ちょっと話をしようと思ったところが、川又選手も先ほど渡しのがなきゃいけないというところなので、ただオフィシャルタイムアウトが滋賀にとってはちょっと強みを増している部分ですよね。今村、あっとクーリーのところ渡らず、さあブーバーが走って、ここは森山フリーになる。あここは押し込んだ、あしかしシュートは外れる。ここよく押し込んだんですけどね、はい、そしてクーリー、エンドワンだと思うんですけど、中にローテーションをかけなきゃいけない状況なので、ここはダンカン、ダンカン決めた。テーブスがブバに合わせる、ここもダンカンに入った。このパスの入り、あの前半スリーポイントよりも高い位置でディフェンスしたところがちょっとスリーポイントないですよね。あの前半さあ、フリッピンのインサイドセミドルが、ここもアレン・ダーラム落ちてリバウンド、しかし最後はダンカンだ、しっかりデザインされていました。今日2本目じゃないですか、フリッピンすぐに入れ替えしてくる琉球。なるほど、ダーラム、テーブスが来た、これはカンドバー、坂根美人数優位だ、キーファーダメだなったんですけど、それをこうリアクションしない方がいいですよね。そうですね、はい、これファール取るとこのレイアップが、はい、ただこう集中するっていうことが大事ですね。うっとブーバーに入れたんだ。さあターンオーバーとなって、田代が中に入れていた、最後はダンカー、対応が今必要になってますね。19のチームファール4つになりました。これは合わせていったブーバー、そしてエドワーズ、これもいいですよね、これが勝ち切ってやるとか自分で決めてやるっていうこの覚悟とか責任の表れなんですけど、この責任感のこの所在というか、ここは今村から田沼になる。さあこれはケルビン・マーティン自ら持ち込んだ、なんとかリズムでというところ、今村スリーポイントシュート、さあ遠目から岸本だ、入れ替えした、注目ですね、中に入れた、ダーラム落ちる、クーリーが行く、クーリー決める、選手がテーブスについてますね、さあラメナに入った、岸本かラメナですか、ラメナが来た、いや大きいですね、まあ、琉球がこれどちらのコートからということになってきますかね。そうですね、ただバックコートでスタートするとね、指示されたらそのままシュートまで行かれるっていうところもあるので、はい、まあ、これはもうバックコートだと思うんですけどね、取られても、さあ誰に入れるか、ここですね、抑えましたね、抑えましたね、ここはクーリーに入った、取りましたね、クーリーが取って、このまま試合終了。